セドリック・バスールは、フランス、ノール県、アーツブルック出身の元自転車競技選手。父、アレン・バスールも元プロロード選手であり、1970年のツールド・フランスで区間一勝を挙げている。1993年に、プロ転校。1995年、ガンニ遺跡。1996年、ツールド・フランス初出場。1997年、 ツールド・フランス第5ステージを制し、第5ステージ終了後から第9ステージまで、毎夜常尿検事。2000年、US ポスタルサービスに移籍。2002年、コフィディスに移籍。2003年、パリ・コレーズ総合優勝。2004年、当時チームメイトだったデビッド・ミラーのドーピング違反に、関連して、その疑いが持たれたが、後に潔白が証明された。 2006年、クイックステップエネルギティック2移籍。2007年、ツールドフランス第10ステージを制覇。同年限りで現役を引退。2007年10月に、プロ自転車連盟の会長に選出。2009年11月に辞職。2017年10月、コフィディスソリューションクレディのゼネラルマネージャーに就任。ありがとうございます。